い、おぼちゃんです。おはようございます。今日はですね、まあここ民族資料館なんですけど、11月3日にですね、まあ文化祭りがあって、まあそこでちょっと民族資料館としても何個か展示品を出したらいいんじゃないかってことで、まあいろんなね、あの農機具とか、まあその他もろもろあるんですけど、まあちょっとあの電気系のものを、ね、出そうってことで、まあこれなんかいいんじゃないかと思ってですね、でも果たしてまあここいろいろあるんですけど、実際これ動くのかどうか見ないといけないんで、ちょっとね、まず電源が入るか、まあ、電源もこれね、もう、コードがないんで、だいぶねボディも焼けちゃってるんですけど、まあ、ちょっともう多分直付けというか中から取って電源一回入れてみて動くかどうかの確認ですね。でこれはですね、シャープのコンペット15ってやつですね。電気が映れば美しいこのニキシー感が光ると思うんですけど、まあ果たしてどうでしょうか。やってみたいと思います。はい、今まあ、直付けですけどね、電源にハンダ接続して、まあコードをね作りましたんで、ちょっとまあ電源が入るかどうかだけ確認してみたいと思います。よいしょ。ちょっとね、上のカバーを開けてみようと思ったんですけど、もうねこれ多分アルミかなんかの台座ですけど、もうねネジが腐食でどうにも固着してダメですね。外れません、上のカバーが。さあ動くか、コンペット。多分これが電源ボタンだと思うんですけど、これ多分あれだね、小数点の多分桁のいじるやつかな。ロータリーで分かんないけど、入れてみましょう。お、来たけど、この表示は何？分からん。入力を、あ、うん？入力を、ん？分からんな。死んでるのかな、やっぱり。かける、あ、電気つくんだな。計算はできないっぽいのかな、これ。ゼロ。あ、戻んね。え？なんかあれか、導通しっぱなしなのかな。いいか、だめだ、行こう、下ろしたら戻んね。これ関係なさそうだもんな。
やー、こいつは大変だな。あ、うんともすんとも。なん、まあでも完全にあれだな、ちょっとイカれてるっぽいな。これが開けば開いてもどうにもならんか。まあトランジスタだとは思うんだけど。なんかあれか、何かを同時押しとかいうコマンドがないのか。ないよね。うん、ここまでか。残念。いや、メンテナンス性が結構こいつきついな。まあここまで来ましたけど、こいつを外すのに裏のこの電源ボードを一回外さないといけないんでね。でこれ多分基板で刺さってるんで、まあ一回こいつも外して、接点掃除のこれ外して、これ基板全部一回抜いて、接点がもう多分腐食でいってたらもうそこまでだね。これ以上はちょっとどうしようもないんで、まあ、できるとこまでやってみたいと思います。はい、今ね1枚抜いてみました。まあなんかパッと見 PCI スロットのような感じですけど、まあ、意外と端子はね腐食してなさそうですね。まあ全部が全部そうか分かんないですけど、まあ、裏もね、まあ、ハンダも、まあ、若干目視でもうやるしかないですね。まあ明らかにちょっとこの辺だいぶ弱ってる感じはしますけど、まあちょっとテスターで当てながらかな、大体のライン、なんとも言えんな。まあ導通してるかしてないかのチェックだけで、まあやります。まあそれ以上は無理ですね。まあ、部品が生きてる生きてないかはちょっともう私の専門外なんで、こんな数やってたらね、あの死んでしまいますので。まあ一旦ね、まあスロットの端子の掃除、やりながらやる感じだと思います。レッツゴー。でこのもうスポンジはね、もうサクサクだったんで一応外しておきました。でこれがまああのキーボードっていうか、まあ裏ですね。一応まあ接点復活剤というのは拭いて、若干ねちょっとグリスがもう粘ってるところがあるんで、あんまりひどいとこは、除去してまた塗り直す感じですね。ちょっとやっていきましょう。これが1枚のボードにミキシー缶が2本ついてますね。いや、ニキシー缶ってさ、まあうちらおっさんはワクワクアイテムなんだけど、子供の頃ね、あの名鉄電車の速度表示にこれ使ってたような気がするんだけど、覚えてる人いる？はい、これが1、2、3、4、5、6枚ですね。ニキシー缶で2個だから12桁の表示ですね。頑張っていこう。一番背面にもねボードがあって、これも2スロットはめなんで非常に抜きにくかったんですけど、まあ、なんとか、抜けました。まあ、何の制御をしてるか僕にはちょっと分かりません。整然とねダイオードとかコンデンサーとか並んでますけど、わかりませんね。
はい。はい、ということで、このスイッチね、電源スイッチなんですけど、どうも壊れちゃった。今導通見たんだけど、片切りが機能してないんで、今ジャンパーで短絡させてます。で、まあね、基板、端子、接点掃除して、こいつのスイッチも掃除して、でイコールが戻んなかったんだけど、中見たらバネスプリングがね、もう欠損してて、でこのイコールだけね、2本のスプリングなんですよね。他は、まあ、1本のスプリングなんだけど、なので今ね、ここの2本をこっちに移植してます。それでもだいぶ固めなんだけど、グリスがちょっとね取りきれなくて、まあ、戻るようになりましたね。で、一応ね、これまあ電源入れるんだけど、よいしょ。まあ、多分ね、初期化ができないんだろうね。まあ、初期化という概念があるか分かんないですけど、残念ながら、まあ、多分最初と変わんないですね、これね。何が悪いのかは、わかりません。よいしょ。はい。あ、動く。まあ一応光る。一応光る。光るというだけですね。一応ランプもつくね。何かが反応してるんだけど、まあ正常動作ではないですね。焼けた跡とかはないんだけど、コンデンサーがもうあれかな、もしかしたらでかいコンデンサーがね入ってるんだけど、4つほど。はい、僕ができるのはここまででした。ありがとうございました。それではまた。